僕とか DVD 出してるんで、まあ、僕の DVD 買ってみたりとか、はいはい、僕本も出してるんで、僕の本を買って読んだりとかするといいと思います。はい、すごい。ストレートな、分かりやすい答えが。はい、はい、そうです。はい、はじめまして、中学校の女子卓球部の外部指導者をしています。中学校3年間でできるだけ勝つ各県大会出場レベルを目標とすると何を優先して教えるべきでしょうか？筋トレですか？いや、もう練習あるのみですね。はい。ああ、じゃあもう回数ひたすらいろんな人と試合をして。はい。まあやることめちゃくちゃ多いんで、卓球って結構、なさそうに見えてめちゃくちゃあるんですよ。さっき言ったあのメンタルトレーニングもそうですし、はいはい、筋力トレーニングもそうですし、そのやっぱ心理的な読み合いもそうですし、やっぱりいろいろ学ばなきゃいけないんで。おー、じゃあもうひたすら練習時間をでひたすら教えるしかないみたいな、うん、そうですね。あとやっぱり知識ですかね。やっぱりトップ選手のこう技術を学ばなきゃいけないですよね。おー、そういうのって YouTube とかで見てわかるんですか？ YouTube だとあんまりやってないかもしれないですね。はい。どちらかといえば、僕とか DVD 出してるんで、まあ、僕の DVD 買ってみたりとか、はいはい、僕本も出してるんで、僕の本を買って読んだりとかすると思います。はい、すごい。ストレートな、わかりやすい答えが。はい、はい、そうです。はい、